まあ、どの試合に出るっていうのも変わらないって言えば変わらないんですけど、やっぱりメジャーは賞金も高いですし、雰囲気も好きだなと思います。まあ、2年前と変わってないなっていう感じなんですけど、やっぱりティーショットをフェアウェイに置くっていうことがすごく大事になってくるかなとは思います。そうですね、やっぱりこう左に行ってしまっているので、私自身フェードを打ちたいんですけど、まあ、それが逆球っていう形で出てしまっている間はちょっと戦えないですね。はい、ここ最近成績が残せてなくて、まあ、今の私自身の状態もあまり良くないんですけど、まあ、目標は高くっていうところでベスト10を目指して頑張れたらいいかなと思ってます。